やれやれ、やっと戻ってきたか。ずいぶんと長い間俺を待たせてからに、甲板にトゲまで生えてきてしまったぞ。とはいえ、この船に甲板はもうないか。甲板と呼ぶべきかな。この赤穂同盟配下の大海賊船である俺が、まさかこのような無様な姿を晒すとはな。お前、大海賊船だったのか。けど、赤穂同盟って誰なんだ？おっと、まさか赤穂同盟の名を聞いたことないのか。赤穂同盟左衛門、それは西来島を守った最も偉い大海賊の名前だ。だが今はもう、記憶にないな。ところでお肉丸、この前オイラたちにお前のことを探すようにって言ってたよな。一体何の用だ？いきなりそのような名で呼ばれると何やらなれんな。実は前も言ったように、俺はここまで流されてきたのだ。だから俺の元々の体もきっとこの辺りに流されてきているはずだ。体というのは変かもしれんがな。だが一刻も早く見つけたいのだ。いつからここに寝ていたのかわからんが、仲間はきっと俺を待っているんだ。だから早く元の姿に戻って奴らのところへ戻らないと。そうだったんだ。ああ、でも俺だけでそれを叶えるのは難しい。何しろ話せる船といっても所詮は船、誰かに操縦してもらわねばいかん。そうだ、一つ取引をしないか。体を見つけてくれたら宝探しの手伝いをしてやろう。お宝！俺は一応海賊船だからな。長年海で宝探しをしてきた直感というか感覚というか、目覚めた瞬間この辺りには貴重なものが数多く眠ってることに気づいたんだ。これは紛れもない大海賊船の直感ってやつだ。どうだ、割のいい取引だろ。お肉丸を手伝ってあげようぜ。お肉丸は元の体を手に入れて、オイラたちはお宝。ウィンウィンだぜ。どうだ、手伝ってくれるか。よし。実は目覚めた時行ってみたくなったところがある。海賊船である俺の直感によると、そこにはきっと貴重なお宝があるはずだ。まずはそこへ行ってみよう。よっしゃー、出発だー。いざ。Thank you.
お肉丸が感知した場所はこの上だな。よし、行ってみようぜ。言ってたところなのか、うん、何もないじゃないか。半分になっちゃった船しかないぞ。お肉丸のやつ、まさか嘘をついたんじゃないよな。帰ってしっかり聞き出そうぜ。どうだ、価値のあるものを見つけたか。うん、お肉丸、島には真っ二つになった船しかなかったぞ。あれがお前の感知したお宝なのか。あれ、そんなはずが。ああ、わかった。きっと長い間眠ってたから勘が働かなくなったんだよ。つまりだ、猿も木から落ちるみたいに船もうっかりしちまう時があるんだ。多めに見てくれ。さ、次な、次、次の場所にはきっと宝があるさ。本当か？今度こそオイラたちを騙したりしないよな。ああ、今度はきっと見つけるさ。だが、結構遠いところにあるな。ああ、うまく感知できないな。北西方向としかわからん。北西方向にある島なんていっぱいあるぞ。もっと使える情報はないのかよ。うん、でもその方向にある大きな島といえば2つだけだな。ああ、言われてみれば感知したとき確かにカラスの鳴き声が聞こえた気がする。でもそれ以外に音楽も聞こえた。より正確に言えば、カラスの鳴き声は東から、音楽は南西から流れてきたな。2種類の音が聞こえたのか。一体どこなんだ。2つの島の音が聞こえる場所か。お、確かに。おいらもそう思ってたぞ。それじゃ、そこへ行ってみよう。しかし、二人はいい関係なんだな。もちろんだ。こいつはオイラとたくさん冒険をしてきて、お宝もがっつり見つけたんだぞ。以前海にいた頃も、俺がこうして話せたら、仲間たちと交流できたんだろうな。いいな、羨ましいくらいだ。イヒヒ。よし、それじゃ、二つの島の真ん中へ行ってみよう。Thank you.
の真ん中か。今回こそきっとお宝を見つけられるよな。予想外って言うべきか、予想通りと言うべきか。やっぱりここにも真っ二つの船しかない。お宝なんてもともとなかったんじゃないのか？けど、お肉丸は半分になった船を2回も感知できたよな。もしかして、こいつらってお肉丸の元の体なんじゃないか？同類愛哀れむってどういうことだよ。そうだ、この船の写真をお肉丸に見せてやるのはどうだ。自分の体かどうか自分の目で確かめてもらおうぜ。よし、写真も撮ったし、山を降りてお肉丸に見せに行ってやろう。お肉丸！おお、戻ってきたか。どうだ、収穫はあったか。俺が当ててやろう。きっと期待外れだったんだろう。はあ、今回も何も見つけられなかったのか。今回も真っ二つの船しかなかったぞ。もしかしたらそれがお前の体かもしれないと思って船の写真を撮ってきたんだ。ほら、なんだこれは、絵か。お前たちがこんなに素晴らしい画力を持ってるとはな。絵にある一木一草がまるで目の前にあるように描き込まれてるぞ。これは描いたんじゃなくて写真機で撮ったんだぜ。おお、この機械を使って何らかの仕組みで絵を素早く描き写したんだな。大海賊船なのに写真機を見たことないのか。まさか似たようなものは見たことあるぞ。あれだ、あれ、伝説の物語に出てくる地獄絵みたいなもんだろ。ところで、この写真の真ん中にあるものは何だ。それがオイラたちが見つけた真っ二つの船なんだ。それ、お前の元の体だったりしないか。そんなバカな。この半分の船はどこから来たんだ。ボロボロになっちまってかわいそうに。お前たちは知らんかもしれんが、俺は赤穂同盟戦隊の大海賊船だぞ。船底板の瓦も西来島で最も上質な一本の木材でできている。船棚の間はまずノコで噛み合う跡を作って、釘でしっかり固定することでがっちり頑丈になるんだ。だからそんな無様な姿にはならないさ。だけど
お前は2回も真っ二つになった船を感知していたんだぞ。同類愛哀れむってやつかな。この船たちは遭難する前、己の意志を持っていたんだ。その残留思念が俺に影響を与えたんだろう。とにかくそいつは俺の元の体じゃない。俺の体はきっと今もこの海域のどこか知らない港に停泊しているに違いないんだ。その時が来れば、上質な塗料の塗られた棚板が海上を航行する時の堂々とした姿が見える。ま、見ればわかるさ。俺とこの写真にある半分の船とじゃ雲泥の差ってね。なんだかすごそうだな。その時は乗せてくれよ。ああ、もちろんだ。それにしても2度も別のものを感知してしまうとは。どうやら俺の直感もずっと手入れをしてなかったせいで水漏れしていると見える。船だの人間だの、長く航海を続けるためには適切な時期に十分な巻き肌を加えることが大切なんだ。巻き肌ってなんだ？船の部品をくっつける、材料か何かか？パイモンは面白いな。かなり近いぜ。巻き肌は船の中に水が漏れてこないように船板の中に詰める材料のことだ。樹皮か何かでできていて、一定期間ごとに詰め替えて手入れをしなければならないのだ。その通りだ。さっきお前たちが宝探しに行っていた間、俺が休憩してたみたいにな。今ならきっと真の宝を感知できるさ。仏の顔も3度までだからな。今度こそ本気を出すぞ。必ず収穫があるはずだ。だったらいいんだけど。なんだよ、俺を信じてないみたいな言い方だな。今回は南東方向の海上だ。大きくはなさそうだから、成功で貴重なものの可能性が高いぜ。さ、出発しよう。お肉丸の感知によるとこの辺りだけど、ね、まさかこの岩礁なのか。なんだか小さい岩礁だな。まあとにかく行ってみようぜ。どうだ、何か見つけたか。今回こそこの大海賊船である俺の鋭い嗅覚に感服しただろ。上には巣しかないぞ。巣にあるのは2つの鳥の卵、それしかないけど。ただ2つの鳥の卵しかないのか。これがお前の言ってたお宝か。パイモンは知らないかもしれんが、偉大なる海賊船であるほど航海の時間も長くなる。干した魚しか食えない時もあるのだぞ。そんな危機の迫った時には、航路上の岩礁でたまたま手に入った鳥の卵が一生忘れられない珍味になるんだ。本当か。分かった。感知したのは鳥の卵じゃなかったはずなんだがな。おかしい、何かを感じ取れたはずなんだが。岩礁に他のものはない気がする。まさかこの2つの黄板なのか。風や雨をしのぐために使われたみたいだけど、どこから来たんだろうな。
このキータがどこから来たのか分かったよ、旅人パイモン。お前たちが見ていたのは俺の記憶だ。それは俺が作られてから初めて水に触った部分なんだ。あの時船員たちが木に油を塗って船台を作り、斜面を滑らせて俺を海に浮かべた。船首だと入水角度をコントロールするのが難しく、折れやすいから外板から浮かべることがほとんどなんだ。この2つの木板、いや棚板と呼ぶべきか、これはおそらく俺が最初に水に触れた部分だろう。おにくまる、ここでお前の棚板が見つかったってことは、まさか。俺はとっくにこの岩礁にぶつかってボロボロになっていたのかもしれんな。目覚めた時に感知したのは宝などではなく、ただ自分の体を探し当てただけだった。俺はこの間半分になった船を笑ったが、一番無様な姿をしていたのはこの俺だった。情けない。まだ確定じゃないだろ。もしかしたらお肉丸の体は以前のままで、ただこの2つの聞いたを前にして、考え無用になったとか。そう、考え無料だ。ここにはナンパした船がいっぱいあるから、他の船の棚板かもしれないぞ。だがお前たち、ありがとうな。ところでお肉丸、さっき記憶にお前の名前が出たよな。どうだ、自分の名前を思い出せるか。恥ずかしながら俺が思い出したことはお前たちと大した差がない。名前なんか出てこなかったんだ。そうなのか、残念だな。いや、このままでも悪くないかもな。だってパイモンと旅人はずっとお肉丸と呼んでくれるだろ。いい名前だ。ひひ、オイラがつけた名前だからな。そうだ、お肉丸、他に行きたい場所はないのか。他にも2カ所ほど感知したんだが、おそらく宝などなく、ただ朽ちた木しかないだろう。お宝がなくても平気だぞ。いやはや、しかしこの間割のいい取引だと大口を叩いたばかりだというのに。そうだな、でもお肉丸はもう仲間だから。宝はないかもしれんが、何か二人に得るものがあればいいと願おう。よし、それじゃまず近い方から行ってみよう。やっぱりここにもお宝はないんだな。わかってる、わかってるけど、ちょっとがっかりしただけだ。ここに木剣があるぞ。子供のおもちゃみたいだな。わい、もしかしてこの木剣なのか。まさかこの木剣。
今の来航すごかったな。この物件の記憶はなんだ？まだ頭がクラクラして。いや、まだドキドキしているな。あ、思い出した。それは赤穂同盟一行と幕府の海戦で最後に現れた来航だ。はあ、一体何だったのだろうな。残された怨恨だけであのように凄まじい力があるというのか。やれやれ、想像もつかないな。いや待った、あの来航は西来島から来たということは、旅人、西来島に行ったのか。そこで何が起きたんだ。そんな、西来島がそんな風になってしまっていたとは、恐ろしい雷だ。いや、恐ろしいなどという言葉では言い表せない光景だろうな。故郷を幕府に支配されたくないからこそ、西来島の民を守るため幕府に立ち向かった。俺たちは幕府を敵に回してでも西来島を守ろうとしていたのに、まさか結局、巫女様よ、一体なぜだ。あの雷光と雷のせいで俺はここに流れ着いた。雷でひどい傷を負い、全身がバラバラになりかけた。ここまで流れ着くのは精一杯だったのだ。お肉丸、でもなんでこんなところに物件があるんだ。この物件はお肉丸と何か関係あるのか。この物件に使われている木材は俺の体だったんだ。昔左衛門の兄貴が剣を持つ魔偶を槍で奪ってきたことがあるが、俺たちと一緒にここに流れ着いたのだろう。おそらくこれは子供たちが魔偶の持っていた剣を真似て作ったおもちゃだ。まさかかつて幕府とも一戦を交えた大海賊船であった俺の体が子供に遊び用の道具として使われていたとは、少し複雑な気持ちだな。じゃあお肉丸、この物件を持っていくか。だってこんな姿になったとはいえお前の体の一部なんだろう。いや、今それを持って行っても何の意味もないさ。ふん、どこの子供かは分からんが勘弁してやろう。はあ、思い出したら少し気がめいったが、同時になぜかほっとした気がするよ。少なくとも何が起こったかを覚えているから無駄な妄想をせずに済む。ただ唯一心配なのは共に流された仲間たちのことだ。彼らについて知ることができればいいんだが、だといいがな。さて、最後にもう一箇所、俺が感知できる最後の体のかけらだ。具体的には海辺のあの建物にあるらしい。なぜ建物にあるんだ。まさか何かの家具にされたのでは。このホラ貝の小屋にはいっぱい木の板があるな。んでもどれも違うみたいだぞ。もしかして石の上に置かれてるやつか。なんだこれ、2枚の木材に別の木片が釘で打ち付けられてて、その横に木槌がぶら下がってるぞ。これが楽器なのか。本当に音が出るのか。お肉丸に見せる前に試してみようぜ。この楽器も長い
間手入れされていないみたいだな。これがお肉丸の体の最後のかけらだよな。早速あいつに伝えてやろうぜ。おお、戻ってきたか。どうだ、見つけたか。確かにこれは俺の最後のかけらだ。でもこれは一体何なんだ。楽器らしいぞ。長く手入れがされてなかったせいでもう演奏できないみたいだ。そうか、そいつは残念だな。楽器か。俺の体から落ちちまったキータに楽器にできるやつもあったんだな。仲間のことを思い出したよ。あいつらも気分がいい時に大声で歌を歌ってた。海辺に座って焚き火を囲んで。そうだ、この楽器はどんな音がするんだ。適当でいいから叩いてみてくれないか。この楽器は長い間巻き肌が欠けていたから、思ったような綺麗な音は出ないかもしれないぞ。そんなことどうでもいいさ。ただその音を聞きたいんだな。適当に叩いてくれよ。そいつらは帰る方法を見つけたんだな。ああ。だが俺があんな格好になってしまったからな。連れてきただけで精一杯だったんだ。一緒に帰るなんて当然無理さ。ああ。あいつらが無事で何よりだ。でも俺は別れを告げてもなお、まだ奴らと共に帰りたいと心の底で願っていた。共に帰れたらよかった。奴らと一緒ならどんな危険な場所でもついていける。この世にはまだ共に体験できていない偉大なる冒険や見つけていない宝物が数多く存在するのに、なぜ俺だけがここに残され捨てられ、新たな旅立ちをするあいつらの後ろ姿を見るだけになってしまったんだろうな。泣きたい時は笑え、諦めたいときは踏ん張れ。これこそが海上での生存の道なのさ。何はともあれ、今回はお前たちのおかげだ。これらのことを思い出させてくれた。ただ、奴らは別れたとき、ほとんどの宝を持ち帰ってしまったんだ。そうだぞ。お肉丸が感知したものは、ある意味、お肉丸にとっての大切なお宝なんだ。確かにな。恥ずかしながらお前たちの行為に報いることはできないが、せめて一隻の船として微力を尽くそう。だがその後でまた二人に助けてもらうかもしれんが。お肉丸の依頼なら喜んで受けて立つぞな。そいつはありがたい。この海域で航行するときはぜひ俺を呼んでくれ。おお、来たか。俺はてっきりお前たちはなんちゃらの翼で毎日島々を飛び回っていて、水に浸かったお肉丸のことなんざとっくに忘れかけているのかと思っていた。だからこうやってお前のことを思い出したじゃないか。ところでこの前手伝ってほしいって言ってたよな。どんなことだ。別に大したことではないんだが、この前体のかけらを見つけてくれただろ。なんというか願いが叶ったせいなのか、はたまた俺を喋らせていたこの海域の力が弱ってきたせいなのか、
最近意識がはっきりしなくて眠ってしまうことが増えてきたんだ。なるほど。なんちゃらの機械ってやつのおかげで俺はお前のウェーブボートに慣れて言葉も話せるようになった。え、それじゃあ機械の影響がなくなったらお肉丸は話せなくなるってことか？なんとかしないと。気にするなパイモン。こうしてお前たちと話せることができたんだから俺はもう満足だ。いや、思えば船でありながらお前たちと気持ちよく話せていたなんてもはや幻の夢みたいなもんさ。だが最後に頼みたいことがあるんだ。この前体が見つかったらこの海域でお前たちを乗せてやると約束したが、体はとうにバラバラだった。宝もほとんど持っていかれて価値のあるものは残っていなかった。だが今回は大海賊船の名に誓って必ず立派な宝物を見つけると約束しよう。騙されたと思って俺についてきてくれないか？お肉丸はもうすぐ話せなくなるかもしれないからな。それにお宝があるらしいぞ。行ってみようぜ。じゃあ早速出発しよう。よし、それじゃあ船に乗ってくれ。これは稲妻の明かりだ。久しぶりに見たな。このまま明かりに沿って進もう。まるで並んだ魚灯のようだな。夜の漁船みたいで西来島の港に戻った気分だ。海賊とはいえ毎日が冒険というわけではなかった。何もない時は左衛門の兄貴が漁に付き合ってくれたのさ。やつは槍で魚を取ったもんだが一度もしくじったことはなかった。この前感じたんだが、あの漁獲お前が持っているだろう。懐かしい。奴もきっとまだ海で己の夢を追っているのだろうな。そうだ、お前たちに伝えたいことが2つある。1つ目だが、実は自分の名前をずいぶん前に思い出したんだ。浅瀬神社の巫女は俺に古関丸と名付けた。俺の仲間たちはほとんど古関村出身だったから無事に仲間を故郷に返してほしいってな。古関丸か。お肉丸の方が好きだけど古関丸もいい名前だな。ただ俺はあいつらの期待を裏切ってしまった。俺がもっと頑丈だったら雷を乗り越えあいつらと共に古関村まで無事に帰ってこられたかもしれないのに。雷、あの人そっくりだ。さっきの稲妻の明かりも、もしかしてこれは俺のせいか。二人を巻き込んでしまった。そうだ、俺は大海賊赤穂同盟州配下の大海賊船古関丸だぞ。西来の木は俺の筋骨、浅瀬の巫女が俺に名を与えたのだ。海を十
十数年後悔してきたが、一度も仲間を見捨てたことはない。たとえ強者と戦うことになっても、くじけたり後悔したこともない。これ式の雷、楽勝で乗り切ってみせるぞ。喋る船は所詮船さ。この雷を乗り切るには旅人の卓越した操縦技術が欠かせなかった。遠慮しておく。さっきの雷はおそらく俺の影響を受けたんだろう。この海域の環境も不安定になってきたな。でもちょうどいい。旅人、パイモン、宝は上にあるぞ。あれ、ここは初めてお宝を探してた場所じゃないか。この上に化石丸の半分があったんだぞ。今回はきっと宝があるさ。何しろこれは大海賊船の直感ってやつだ。そうか。ところでこの前2つのことを伝えるって言ってたよな。一つは自分の名前だろ。もう一つは何だ？もう忘れていると思ったが、残りはお前たちが戻ってから話そう。化石丸が言ってたお宝は、あの真っ二つになった船体の近くにあるはずだ。探しに行こうぜ。教えるって約束したのに。化石丸の